本日はラインストーンって L じゃなかったんだというお話です。ラインストーンというのは女性の方の方が、まあ、聞いたことはあると思うんですけどあの、キラキラした石のことです。キラキラした石なんですけれども、Have you watched Artistic Swimming Olympic Games? アーティスティックスイミングのオリンピック決勝戦だとか予選だとかをご覧になった人は、You might have seen those athletes wearing those glittering costumes。あの水泳の選手の方がアーティスティックスイミングの選手の方がですね、キラキラしたお衣装を着てらっしゃいましたけれども、あ、ちなみに水着というのは bathing suits。 あのビーチに着ていくのは、ベイビングスーツ海水浴の浴ですね。っていうんですけれども、スウィムウェア、ああいう競泳用の下着じゃない水着だと、スウィムスーツとか、スウィムウェアとか、スイムスーツとかっていうことの方が多いですかね。なんですけれども、<laughs> なので、あんなアーティスティックスイミングの。 選手の方が着ていたようなものにひっついているキラキラのことをですね、ラインストーンと言います。で、そのラインストーンが、I have somehow got the idea of line stone with the L. あの、L だと思ってたんです。なんか石がキラキラこう線のようにひっついているから、あの、ラインストーンって L の音かなと思っていたんですけれども、But I was wrong, obviously. あの、間違いでして、ラインストーン ラインストーンというのはですね R の音であるということが発覚いたしましたのでこちらでご報告いたします。<laughs> であのラインストーン,ライン,ストーン結構女性がですね主に使う単語なんですけれども何に使うかというとまあ皆さんがあんなにキラキラの水着をお召しになることはないかもしれないんですけれども例えばですねあの 小物をデコったりとかってあのキラキラしたなんかスワロフスキーっていうあの石があるんですけどもスワロフスキーっていうのはあれ商標登録登録商標で物の,の,の固有名詞の名前でしてあれを発音しようとするととんでもないことになるんですスワロフスキーは英語でスラフスキー,スラフスキー <laughs> いろいろ人によって本当にあのロシアっぽい感じで読もうとするとですねスラフスキー スワロフスキーの輪のところに V の音が入る方すらいるような、えー、状態なのでスワロフスキーとたとえ商品名を知っていたとしても言いづらいのです。<laughs> なので、スロフスキー、スラフスキーとか、ジュエリーあの、ジュエリーとかもね、どうしてこういうキラキラのものになってくると発音がどんどんこみ入ってくるんでしょうね、謎ですけれども。というのが少し難解なので、キラキラしたもの、なんだか石っぽいものというのはですね、ラインストーンと言っていただくと良いぞというお話がございます。で、えーっとですね、どんな時に、どんな時にというか、あのね、 T <laughs> あのスタッドってもうこの辺からはですね女子トークが本日は炸裂しますけれどもあのいろんな金属がこう何ていうんですかねな売って秒が打ってあるようなやつあるじゃないですかあれ秒打ちをするというか、まあ、布に貼り付けるというようなやつことをですね stud <Stud> <laughs> スタッドってこうプスって刺すっていう意味なんですけれどもえっとラインストーンスタッ d ッティーシャーだからラインストーンがはまったかはまったはまった増丸するまあはまったっていうような意味合いになるんですけどあのもちろんね衣類にくっついてるものは those super are all super glued 接着剤でひっつくスーパーグルーって言いますね接着剤のことを <laughs> あのアロンアルファ的なことのアロンアルファ的なもののことをスーパーグルースーパーグルーって言いますそういえばまあいいんです <laughs> いろんなとこにどっちらかかるなそんなひっついているので実際にこう秒打ってジーンズのように、ね、あのラインストーンをはめているということは多分あの お裁縫上というか、そのものづくりの方法として、今は最近ない、よほど高級なものでもない限り、あの接着剤で貼ってあるとは思うんですけれども、Rhinestone studded bathing suit とかね、キラキラの入った水着とかね、Rhinestone studded swimsuits for artistic swimmers。アーティスティックスイマーの方のためのキラキラが埋まった 水着みたいなものとかあとね「ラインストーンカバー」えっと「ラインストーンカバー」皆さんはグレイズ・アナトミーっていう、えー、海外ドラマをご覧になったことがありますでしょうかえっとキラキラのポケベルっていうのが出てくるんですけれどもあの「ラインストーンカバー」「ラインストーンでギラギラにデコられているなんとか」 アク,アクセサリーとかでもいいですけれども、ラインストーンでこうやってゴテゴテになっているものっていうと、ラインストーン、あのね、衣服だとラインストーンスタ a r なんですけど、ラインストーンカバーだから、えー、If I were to ラインストーン this guy right here, That would be、right. <laughs> rhinestone covered denture. もしも私がですねこの歯をギラギラにこうやってラインストーンでデコるなんてことをしでかした暁には、ラインストーン covered。カバーかなラインストーンでギラギラにデコったっていう感じだと、になりますでしょうかこのような形で使います。ただですね、ラインストーンと私は言ったときに、どうしてもライン。 あの線の方ですねを思い浮かべてしまうもので結構これ発音トラップだなと思い本日ご紹介した次第です。なぜラインストーンが R かというとライン川流域で採れた石をこうやってカットして使っていたそうだからだそうです。ンストーだからライン川の石という意味なんだそうですよ。でで発音のポイントとしてはですね そんなないんですけど、ラインストーンラインストーン、ラインストーン、ストーン、あの、ストーンが丸々伸びなな、もう R の話とかはね、毎回してるので、まあ、えっと、いいや。あの、ストーン、えっと、ストーンって、あの、O だけが伸びるんじゃなくて、キュッと後ろつぼめておくと良いですよという感じですかね、ストーン、<laughs> ストーンってね、あの、ちょっと、えっと、法律的にやってはいけないお薬とかで、ちょっと、こう、 ふわーンってなっちゃってるっていうのを「YourStone」って言ったりするんですけれどもそんなことでもない限りは使わないんですけれどもただ「Stone」「う」っていうふうにすぼめていただくという感覚をですね作っていただくとよろしいのではないでしょうかこんなまあ英語あるあるですねカタカナでパッて聞いててパッて思い込んでいたものと実際の英語発音が違うことってあるよねというお話でした。 よかったらあのお近くの方にねえねえねえラインストーンって R だったって知ってたみたいなお話をですねこれは日本の方にすると面白いかなと思いますがされてみてくださいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします